して福原朋美です。東京で生まれて東京で育ちました。趣味と特技は乗馬で、好きな食べ物はお菓子、ラーメン、某レストランのハンバーグステーキです。嫌いな食べ物はわさびとからしです。家族構成は両親と2人の兄と弟、そして私の6人家族です。血液型は A 型です。皆さんはどの季節が好きですか？私は夏です。8月生まれということもあるけど、夏といえば海、ビーチで日焼けするのもいいし、泳ぐのもいいし、ぼーっと海を眺めているのも心が落ち着きますよね。好きな人と二人でっていうのもとっても憧れます。でも友達大勢で楽しくやってるのが一番元気あっていいかな。スイカ割りとかビーチバレーとかして、毎年楽しみなシーズンです。
3歳の時から乗馬を始めて、家の近くの乗馬クラブに通ってます。高校3年生の時、国体に出て4位だったの。私のたった一つの自慢です。今でも暇さえあれば乗馬に行っています。馬ってとっても神経質な生き物でしょ。コンビネーションが合わないと全然ダメなの。でも馬の瞳を見てると気持ちが伝わってくるの。瞳と瞳でお話をするの。馬は人間みたいに言いたいことが言えないから、心と瞳でお話をするの。抱き寄せてキスしたり頬ずりしたり、馬も私に答えてくれる。すっごく素直で優しくてとっても可愛い。私は馬が大好き。時間は無駄にしてはいけないと思う。私は1分1秒でも大切にしたいと思っています。今できること、経験すること、みんな私にとって貴重なことばかりです。誰もが経験できるというものではないのですから、このチャンスを無駄にしたくはありません。これからも皆さんの応援をもらいながら、もっともっと頑張っていきたいと思います。
私の名前は田原智美です。